はい、えー、週刊誌報道についてということで、古谷徹さんが X でポストしてますね。なんか、4年半、えー、不倫関係にあったということで、で、その不倫関係の女性の方はファンの方で、えー、まっすぐに応援してくれる方ということで、そこに惹かれてね、なんか、 古谷徹さん本人からコンタクトを取り、関係が始まったと。で、4年半も続いたっていうことで。で、その付き合いの中で、なんか、口論になり、思わず手を挙げてしまったこともありましたっていうふうにも書かれていて、えっ、ー、と、まあね、手を挙げて、で、さらに妊娠の中絶もさせたっていうのもあって、 ま、手を挙げて、妊娠中絶、さらに不倫関係であったっていうことで、なんか、そういうこともあり、こうやってね、えー、X の方で古谷徹さんが謝罪していましたね。で、あとはね、なんか、 な、私を長年応援してくださったファンの皆様方の信頼を裏切り、失望させ、傷つけ、キャラクターを汚してしまった、怪我してしまったことを謝っても謝りきれませんということで、古谷徹さん、僕あんまり知らないんですけど、えっ、ー、と、有名どころはも、もちろん知ってますよ。あの、アムロレイ、ガンダムのアムロレイや、えー、ワンピースのサボ、あとアムロさんですね、コナンの。あと、それ以外、それ以外、ちょっとね、 えっと、アニメはたくさん見てるので、えーっとね、アニメのキャラクターとその声優さんがリンクしてないっていう点もあると思うんで多分ね、ねウィキペディアとかで調べればあこのキャラクターもやってるんだっていうのが結構出てくると思うんですが普通に、あのー、パッと思い浮かぶのがガンダムのアムロ・レイとコナンのアムロさんと、えー、ワンピースのサボですかね、そこら辺ですただ、めちゃくちゃ謝ってるんですよ。 不倫のことも、なんか、えー、暴力、えー、手を出して、手を上げてしまったこととか、あと妊娠を中絶させて、ね、女性の方を傷つけてしまったということとかも、めちゃくちゃ謝ってるんだけど、毎回思うんだけど、ね、ファンの人たちに、まあ、週刊誌に報道されちゃってるから、 ね、謝るしかないけど、別に謝んなくても良くない。あの、謝る相手って俺たちファンじゃないよねって思うんだよなと。ね。まあ、有名人だから、そういうところはね、仕方ないことだと思うけど、別になんか、俺、さっきも言ったけど、サボとか、アムロトールとか、アムロレイとかしか知らないから、この人が、えー、ね、 不倫しました。口論になりました。妊娠中絶させましたって言ってても、で、謝罪です。ごめんなさいって言ってても、別にどうでもいいって思っちゃうんだよね。いやー、本当にこれはもう、本当にファンの方からしたらどう、どう思うんだ。別に関係ないよって思うのか、その,、まあ、その人のね、人生だしって思うのか。ただ、うん、まあね、その、 この週刊報道、週刊誌の報道、誰がリークさせたものなのかっていうところもありますけども、まあ多分相手の女性からなのかな、えー、見てないので、あんまり詳しくは見てないのでわかりませんが、ただね、なんか不倫があったら謝ってるなっていう時代ですよね、今は。前もなんか男性声優さんが不倫して、 えっと、謝ってましたがキャラクターの交代とかはそんなにしなかったような気がしますだ今回も古谷さんの、えー、キャラクターの交代サボとか本当にもうサボと安室さんしか分かんないんでサボとか安室さんの交代はしないとは思うんですがどうなんでしょうかまあ本人もなその声優活動を 休止するとか、そういうのも言ってないので、このまま続けていくと思うんですが、僕からしたら、本当に僕からしたら個人的な意見なんですが、別に謝らなくても、ね、ファ、あの、謝る相手はその女性の方とね、あの、奥さんですから、えー、に謝って、あと関係者たちにも謝って、ファンに別に謝る必要ないなとは思いますね。あの、ね、こうやって SNS で、 ごめんなさいっていうのは、まあいいんだけど、別に謝、なんかそういう謝らなきゃいけないっていう時代になってるなっていうふうに感じました。まあね、絶対ね、そういう不倫とかは悪いことですし、えー、手を挙げたっていうこともあの、妊娠中絶させたってこともね、結構悪いことだとは思いますが、それはそれであの関係者の中だけで、ね、とどめてもいいんじゃないかなと、えー、こういうね、 なんか何かあったらすぐ謝るなって、SNS SN 使ってすぐ謝るなっていう時代になりましたねって、そういうふうに思いました。皆さんはどう思うでしょうかぜひコメントお書きください。